オールスタードッキリサイン。TBS 人気番組対抗で総勢101人のドッキリ祭り。逃げようなんて思うなよ。芦田愛菜が人生初のドッキリ仕掛け人。頑張ります。 SnowMan は9人全員で壮大なドッキリトーナメントを開催。宮舘さんに至ってはなんかあると思ってたわみたいな負け惜しみ含め4点。国民的女優二階堂ふみも初ドッキリで大爆笑。仲良くなるか引き裂かれるかのどちらかでしょう。ダウンタウン浜田も参戦。ドッキリの栄冠に輝くのは。オールスタードッキリ祭1月7日日曜夜7時。ときめく時を TBS。